はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、合格する人としない人、どれくらいの差があるんですか？これについてね、回答させていただければと思います。実際のところ、そんなに大きな差ってないんですよ。正直ないです。まあもちろんね、勉強のノウハウの、核となる部分は知っている知らないっていうのはあるかもしれないけども、その他に付随する部分で言うと、多くの方が分かっている、知ってるようなことなんです。言われてみたら、あ、もちろんそうだよねっていうようなことなんですよ。でも多くの方がそうだよねって分かっていてもやれてないんですよね。ここなんですよ、違いって。分かってるっていうのとできるっていうのは違うんですね。できるだけ分かるからできるに変えていかなきゃいけない。この一歩を踏み出すっていうのはすごく重要なんですね。例えば今日中に復習しましょう。今日勉強したことは今日中に復習する。今日、これって当然ですよね。これ人って忘れる動物なので、今日やって復習しなかったらもうすぐ忘れちゃうんですよ。だから24時間以内に復習しましょうっていうのは基本的なんですね。基本的な考え方、勉強の仕方です。だから弊社の個別指導でも今日中に復習しましょうっていうのはお伝えしてます。でもこれやれていない人って非常にたくさんいるわけですよ。普通の受験生っていうのはね、言われてみたら、うん、そうだなと思うけども、なんかやっぱり先に進みたいっていう気持ちがあって、復習しないとかね。実際私がそうだったんですけれども、計画をこなさないといけないっていう気持ちがあって、復習ってほとんどしてなかったんですよね。まあ結果、やっぱり、定数伸びなかったです。その勉強の仕方をしてた時は。でも復習してなくて、全然伸びなかったってことに気づいて、あ、このやり方じゃダメなんだなと思ってやり方を変えたんですよね。まあその結果、今日中にちゃんと復習しよう。これをやって徐々に上がってきました。もちろんこれだけやったわけじゃないですよ。いろんなものを解決していくわけです。次に出てくるね、これ、解けないものが出てきたら、その解けない原因を考える。なんで解けないんだろう。で、考えてみたら、そもそも問題文が理解できていなかったとかね。じゃあ問題文理解するためにはどうしたらいいんだろうって考えて対策を打って、その対策を実行していくってことをやっていくわけなんですね。実際弊社の個別指導でも問題文の理解っていうのを一番最初に教えるんですよ。まあこれちょっとノウハウなのでお伝えはできないんですけども、どうやって問題文を理解していくのかっていう理解の仕方があるんですね。実際これできてない方すごく多いです。だからこれをちゃんとやっていく。解説についても問題文、解説がありますよね。問題文あって答えがあって解説がある。解説のこの部分わかんないな。じゃあちゃんと調べるっていう一歩ですよね。この部分が理解できてないから頭に入っていないんだとかっていうのはやっぱあるわけですよ。だからそういった部分をちゃんと見つけて対策を考えていく。こういったこともやっぱやっていかないと、それをやってる人とやっていない人、ほんのちょっとした違いじゃないですか。勉強はみんなするんですよ。するけれども、その一つの、なんていうかな、作業っていうのかな。わからないものを調べるっていう、まあ、インターネットで調べるっていう、この作業をやるかやらないかの違いって非常にやっぱ、大きいんですよね。あと、勉強できてないのであれば、じゃあ勉強できない原因って何なんだろう。それを考えてみる。対策を考える。その対策に基づいて実行する。みんな忙しいんですよ。みんな忙しい。忙しいけれども勉強できていないっていうのは何かしらの原因があるわけですよね。他の人は勉強できてるわけなんですよ。忙しくても。でも自分はできていないってことは何かしら差があるわけですよね。例えば勉強時間をもう事前にこの時間はやるって決めておいているだったりとか、スケジュール帳にもう入れてあるとかね。で、勉強場所も確定している。もう常にここでやるんだって決めている。で、勉強のやる内容ももう計画表に落とし込んでいるから、そこの勉強場所に、その時間にね、スケジュールで決めた時間に、その勉強場所に行って、開いて、過去模試を開いて、計画表に載っている問題を一から解く。っていうところまでがちゃんと全部確定していれば、意外と人ってできるんですよ。もしできなかったら、じゃあそれでもできない原因って何があるんだろうって考えるわけなんですね。こういったほんとちっちゃなことなんですけども、これができるかできないか、これがすごく大きなね、差になってくるんです。ちっちゃな違いが合格と不合格っていう大きな差になってくるんですよ。マホロステキでパーンってやってね、合格するとかそんなんじゃないんですよ。実際ね、のところを見てみると、細かいかもしれないけども、ちっちゃなことの積み重ね、
の違いなんですよね。なんでちっちゃなことかもしれないけども、それをコツ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 、合格できるように考えて実行していくってことをね、ぜひ行ってみてください。次の合格目指して、頑張っていきましょう。エルトストーンでした。